ノエスターの話にしよう。まあそれもね、そこも実はあのかなここハウスの近くだったんだけど、いいとこ見つけてさ、無駄にいいとこ、めちゃくちゃいいとこ見つけて審査やったんだけど、やっぱねダメでした。まあでもね、今考えるとよかったなって思う。今思うとよかったなって。あ、やべ、お腹鳴っちゃう。ごめん、ちょっと、ごめん、お腹聞こえんだ。あ、ごめん、ちょっと、お腹鳴っちゃったな。ちょっと、この後する話のことを今一瞬考えたらお腹鳴っちゃった。ごめんね、ごめん。ご飯後から食べる。あのね、牛丼食べたいね。ちょっと牛丼食べたいです。牛丼の話ちょっと、待ってね。ちょっと、いや、お腹が鳴っちゃう。やべ、牛丼の話するとお腹鳴る。恥ずかしい。ちょっと待って。あ、ちょっと ASMR マイクじゃなくてよかったな、今日。でね、そんな感じで、でも、団長は、かなここハウスに憧れてるっていうか、やっぱ、いいところって聞いてたから、そこの近くでまた物件を探しました。で、見つけたの、いいところ。いいとこ見つけて、マリフレがお泊まりしてくれた、その日に、ここにしますって言って、そう、ここにします。なんかめっちゃね、広いの。広くて、なんかね、広くてね、なんかこう静かだし、そう、広さがね、今のノエスタの2倍あんの、2倍。で、なんと、かなここハウスの近く。しかも、かなここに近いから、何かあったら、お邪魔できる。今日の16時、なんと、電話がかかってきて、なんと、新居決まりました。イエーイ、ノエスター来ちゃうぜ。そう、ありがとうございます。え、フレアを見とる？フレア決まったよ、来てね。てか、フレア来てくれ。てか、今のノエスターもね、フレアのさ、そう、荷物とかあるから、気軽に来てほしい。え、どこ、フレアいた？え、待って、フレアどこだ？探せ。え、